はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は大阪府大阪市浪速区の新世界にやってまいりました。パチ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 ということで、今回は、はい、しょうちゃんに、はい、どうも案内していただきます。新世界一元気なしょうちゃんです。どうもよろしくお願いします。はい、力車マンです。はい、ゆっくり持ち上げます。よいしょ。通訳案内士もされてるんですね。はい、それがメインで。メインかどうかわかんないですけど。あ、わかんない。あ、ユーチューバーかもしれない。あ、ご存知ですか？いや、ユーチューバーはわかんない。ユーチューバーはその、動画撮りたいって言うんでね。ああ。ユーチューバーの方が撮ってもらえるんで。じゃあ、58分スタートです。はい、ありがとうございます。はい、行きます。頑張りますよ。はいはいはい。はいはい、アイドリングオーケー。よいしょ。片付けもありますんでね。新世界一周しますんで、もともとどこらっけやったんですか？もともとあれですね、東京ですね。あ、東京の方から。はい、東京でもよく動画撮影されてるんですね。そうですね、結構いろんなとこ撮ってます。あ、いろんなとこで。ありがとうございます。浅草で乗ったことあると。そうですね、東京ではありますね。東京ではね。はい、あっちはもう会社も14社ぐらいありますからね。あ今日は僕一人だけなんで頑張ります。浅草多いですよね。ありがとうございます。頑張ります。乗り心地大丈夫です。乗り心地は、あ、いい、最高ですね。ありがとうございます。高取りで回ります。今日何日目ですかって。大阪に、大阪、今日あれなんですよ、今ちょっと京都にいるんで。あ、京都にいるんですか。はい、京都で。なんと大阪に乗ってくれるなんて。ありがとうございます。僕も嵐山で4年間やってたんで。ああ、そうなんですか。じゃあ嵐山もお詳しいんですね。ああ、まあ喋ること喋りますけど。へもう7年前、10年前ぐらいになりますからね。じゃあこっちの方が長いわけです。こっちの方が長いです。へ、もともと大阪の方ですか。もともと大阪です。へ、京都で行ってきまーす。こんなんやってたら結構怒られるんで。雰囲気やばって言われるんで、ね、ちょっと違いますよね。そうそうそう、雰囲気違いますから。またほら、右の方見たらほら駐車場もありますよ。駐車場もね。はい、駐車場見てもしゃあないですね。街が来てもしゃあないけど、ここからこう見たら見えやすいです。その行ったことありますかね。アベノハルカスが、あ、見えますね。そう、日本で一番高いビルですね。はい、横浜のランドマークタワー296m、こうやって300m。ハルカスというのは昔古い日本語で晴れ晴れとさせるとか、見晴るかっていう平安時代の言葉です。なるほど。上の展望台から目視的にハルカス状態ができた明石海峡大橋、兵庫県の端まで見える。通天閣約3本分です。お、そう、百貨店、美術館、ホテル、病院入ってて、上の展望台の近くにレストランもあって、レストランの名前が英語で ZK です。おお、 ZK、 はい、なんかの略ですか。絶景ね。ああ、どうもどうも。すいません、通訳もできるということで。ここら辺もウォークガイドの人多いですよ。ウォークガイド。ああ、そうなんですか。そうなんです。僕らも提携してる枠外のところありますから。へぇー、通訳しながら観光案内する。でも今あれですよね、インバウンドが結構大変だから。ああ、大変だから。でも徐々に戻ってきてますね。ああ、そうですか。うん、まあまだこれからですよね。でも、うん、で今日電話してもらったら、僕のその後輩のやつも、はい、アメリカに留学してたんで英語が喋れるんで。へぇ、僕は全然もう天気とファーザーとマーザーぐらいなんです。完璧ですよね。人力車で来て。人力車の人は喋れる人多いですね。はい、こっちから。毎度。かっこいい。かっこいい、もっこり通天閣。毎度。はい、通天閣ですよ。こっちくださいね。登られたことあります？その。大昔にあります、ね。大昔じゃないですか。今日も登った気分にさせるガイドしますんで、はい、109歳です、通天閣。天に通ずる高い建物で見て通天閣ですね。水沢南閣って昔学者さんが命名しました。109歳で108メートルになりました。おー、してました。7年前の10月1日に5メートル伸ばしました。伸ばしたんですか。はい、上の飛来心だけ伸ばすって結構すごいやつね。上の梁だけ伸ばして煩悩の数にしたのと、神戸ポーズタワーっていうタワーが108メートルだから負けないようにという。画が強いからね、ほんまに大阪人は負けずぎない。設計者は内藤達郎さんです。東京タワーです、ね。お、ご存知。あの東京タワーも設計した。名古屋のテレビ塔とか札幌のテレビ塔とか、九州だったら別府タワーとか博多のポートタワー全部設計したい。
全国で69カ所も建物設計した、かなり有名な人で、東博士とも呼ばれて耐震構造の父と言われて、その人の建物は関東大震災っていう大地震でも倒れなかった。なるほど。その丸焼けの花でもその人の建物だってぐらい有名な人で、阪神大震災でも大丈夫だったというね。すいません、 3D でやってますもん、こっちもね。それでこの新世界の無線の天使たちがわざわざ東京まで行って設計を頼みに行って建ててもらったんで、地元のシンボルなんですね。新世界の市民が力合わせてお金合わせて建てた前からみんな愛着があるという。でも殿、覚えてます、登った時にこれ2代目って通天閣。あー、なんかそう戦争かなんかで、ね、これ戦争の前ですね。そう、100年前の通天閣は下にあった映画館から火事が起きて、あー火事ですね。そう、焼けてしまいました。残ったものは全部戦争で回収されましたね、うん、う初代通天閣形もっとド派手です。あ、今より派手。フランスの凱旋門ってありますよね。フランスの凱旋門の上にフランスのエッフェル塔が乗ってみたいな。あ、100年前の形。フランスの上にフランス乗っけるのは大阪人ぐらいで、ほんまに、うん、フランスオンフランスで、はい、フランフランでね。そう、75m あって東洋一の高さがあった。その初代通天閣の前にはルナパークっていう遊園地もあった。ああ、なんかロープウェイかなんかあったんですか。あ、そう、うん、よく覚えてますね。そう、100年前の一大テーマパーク、ここユニバーよりもっと前に。それだけもすごいですけど、そのルナパークの中のホワイトっていうタワーと初代通天閣はロープウェイでつながってました。そう、100年前の写真見たらめっちゃ面白いです。シグロの写真で、もちろん武士の嫁見て着物を着てかんざしつけた人がロープウェイのゴンドラ乗ってるという、そういうシュールな写真もありますんで、おもろいですね。おもろいですね。ありがとうございます。おもろい、いただきました。そう、でも今もすごいですよ。100年前もロープウェイですごかったけど、今も滑り台できました。あ、なんか聞きましたね。通天閣、先月の9日にタワースライダーって言って見えます、銀色の部分。あ、はいはいはい、あれがスライダーです。あ、なんかジェットコースターみたい。そう、できたばっかしですけど、またよかったら平日は空いてますから。乗られました。やりました、やりました。めっちゃ盛るぞ。へー、わー、かーい。外線も伸びにしてるとこれが100年の形です。あー、天井を見てた、天井、天井を映してくださいよ。まあ、素晴らしいですね、これ。この天井、100年前の通天閣の天井をほぼ再現します。2015年で再現されました。写真撮りましょう。はい、そう、こんなハイカラモダンになったという100年前の。いきますよ。全部入ってますんで、ハイボール。口もにっこりちょうだい。いきますよ、その。はい、マスクは下を下ろしてみますか。あ、ハイボール。はい、じゃあ、広角でもいきます。ハイボール。口ちび。全部入ってますんで、すいません。口持ち上げます。こんな感じで全部入ってますんで。あー、素晴らしいですね。ありがとうございます。また後で送りますんでね。一回で持ち上げます。カメラのテクニックすごいですね。もうね、シャメラマンってやってますんで。シャメラマン、はい、ありがとうございます。あと、まあ、元総理の安倍さんも来ますからね。ここですか。はい、へぇー、お寿司屋さんね、魚屋さんやってるお寿司屋さんで、へぇー、はい、まさとこっちも買うというね。異世界のお寿司は面白いですよ、やっぱり。お寿司屋さんは一つ頼んだら3貫出てくる。へぇ、はい、昔肉体労働者が多かったから。あー、ちょっと多めに。そう、多めに食べさせたら。へぇ、ちょっと味したいな。それでかくハンドアビーに食べたら、100年前からやってるお蕎麦屋さんとかね。へぇ、さらしな、さらしな、さらしな気持ちね。へぇ、なんか食べる予定はあるんですか。まだ決めてないですね。何でもありますから、串カツもあるし、うん、ホルモンもあるし、はい、お蕎麦も、このネジも、いっぱいあります。だから今度は、半沢直樹ってドラマのロケにも使われました。コインランドリーもちょっとおしゃれだ。コインランドリーってなってますけど。上がね、ホテルで泊まることもできます。そうなんですか。うん、パックマンとかインベーダーゲームとかね。昔のレトロゲーセンも多いですよ。ああ、なんか昭和チックな感じです。そうそう、アニマルパニックとか置いてますね。へえー。で、さらに昭和チックな。
市場ですよ。レトロな市場です。100年前からやってる市場です。手前の通天コロッケとか持ってます。スープコンとかビーカスとかもできますね。で真ん中の方に餃子の専門店もありますんで。ああこれのそう、そこで仕入れてます。そこおばちゃんがめっちゃ有名人で、自分が餃子来て声がしかそのおばちゃんがやってます。ガオガオ言うてるおばちゃんがよくねテレビでよく出てる。月曜から昔から、ね、あそんな有名なんですか。そうなんです。12時からやってます。世界郵便局ですよ。郵便局の局長と仲いいんで、こういう風に僕らもアピールして。あ、本当だ有名人ですね。全然です。お兄さんも多分ねみんな見てはると思うんで、こうやって配信流してくれたりとかしたらありがたいですね。みんなに宣伝になりますよね。そうそうそう、宣伝になります、うん。50円の自動販売機とか。50円の自動販売機。あ、本当だ。半額。駅前30円とか。カンカンへこんだら10円で売ってますからね。賞味期限大丈夫ですか、ね。まあ、ギリギリですよ。ギリギリですか。全然飲めるんで。僕もよう買ってますよ。新世界稲荷神社ですよ。商売繁盛現在需要期間。五穀豊穣。お宮さんは万能らしい気がしゃべった。京都の市民なりの分社です。今京都でね泊まってはるということで、市民なりの分社です。109年前から神社です。通天閣と一緒にできました。通天閣がもし倒れたとしたらちょうどこの倒れるぐらいそう、5m 伸びたから僕突き刺す感じで倒れてきますけど、ここスターもよく来ます。ここ見ますか、ほらスター和田裕二。知らないですね。知らないですか。僕ネットで検索しても出てこなかったね。モノレゲリって言えばそのレシピ出てこなくて、さっきの新世界の地元の方に乗ってもらったらこれです。新世界の中にスターっていう喫茶店があったんですね。その喫茶店のご主人とか。ああなるほど。こんな感じで僕らも奉納してます。旗ですけどね。こんな感じで僕らも。あ、本当だ。どんな地元の神社です。しっかり。何がすごいっておみくじが無料です。そうなんですか。やることもできますし、めんどくさかったらこの面白いとかしますけど、いいですか。はい。おみくじがルーレット型のおみくじです。ルーレット回して横の部屋照らし合わせるという画期的な革新的なやつ。あの丸いやつ。そう、待てければ大吉で出るまで回したらいいです。絵の出るまで回したらいいんです。じゃ写真撮りましょう。ちょっとメリケンさんぐったりになってますから、こういう感じで。すいません、すいません。暑い中あざます。はい、じゃあ撮りますね、僕ね。はい、マスクどうしましたか、その。はい、ポーズ。じゃあ、こっちも行きます。はい、ポーズ。いいですね、家が上がる。で、ちょっと今、キャンペーン期間中でよかったらいいですよ。はい。そこまで派手だからいいかなと思いますけど。こんなんも無料レンタルで借りますけど、やってみますか。ああ、それやめときます。あ、そうですか。はい。ちょっと見上げる感じで、あの、先生までちょっと見上げる感じでいきましょう。はい。マスクだけすみません。はい。はい、ポーズ。いいですね。ちょっとガイドブック風に撮っておきましたね。ああ、いいですね。すみません。はい、車仕上げまーす。今日は動物園休みなんでごめんなさいね。ああ、
あそこ動物園ですね。そうでしょ、滝の浦が動物園です。日本で3番目広い動物園ですね。上野動物園、京都の京都市動物園、天王寺動物園。1月1日で107周年。なんか目玉の動物がいるんですか？なんかキリンですね。あ、キリンですか。やっぱそう、キリンの名前がハルカスって名前です。ハルカスできてからつけましたからね。ムフロンっていう古代ヤギもいます。ムフロン、古代ヤギね、昔のヤギ3匹いて、3匹の名前が通天閣って名前ですね。ここから遠見たら貸し切りで知ってました、時計があるの、通天閣。 ありますね。そう、時計の方が正面なんですよ。こっちの方角にお寺がいっぱいあるから、お寺の参拝客に見えるようになって。あ、なるほどなるほど。日本で一番大きな文字盤時計やった。1針30キロ、5.5メートル、この道路の幅ぐらいあります。7年前の2月10日にデジタル時計に変わりました。通天閣も2月10日に LED になった。2月10日では何の日か分かります？2月10日ってあれですよね、建国記念日。お、11です、それ。それも賢いですけど。あー、そっかそっか。2月10日、オリジナル作ってください。なんだね。通訳案内士ですよね。いいと。ちょっと分かんないですね。英語ですよ、通訳案内士。え？英語。2月10日。あー、なるほど。通天ですね。すみません。ゆっくりお願いします。じゃあ写真撮りましょうか、せっかくなんで。ポーズ、貸し切りの通天閣で。じゃあ、やります、通天閣ポーズ。いいですね。はーい、ポーズ。修学旅行制風のやつ、できますんで。バッチリ。こんな感じで撮ってますんで、しっかりね。大丈夫ですかね。はい。ゆっくり待ち上げます。僕も英語喋れたらね、いいんですけど、なかなか勉強しても。酒飲んでもうたらね、忘れてしまいますんで。でも外国人多いですよね。多いです、多いです、うん、一時期やったら、コロナ前やったら外国人の方が多かった。あ、そうですか。はい。特になんか、どっち系が多いとかあるんですか？いや、やっぱ中国の方が多いですね。中国多いですか。そう、僕らもちょっと中国やったらちょっとだけ、会社を回って写真撮りましょうかとか。人力車も乗ったりするんですか？あ、乗ります、乗ります。連理車言って。まあ、片言ですけどね、喜んでもらえたら。あ、ここ昔お茶屋さんです。お茶屋さん。あ、これです。そう、昭和の人ここ南洋新地新地で英語さんも並んでると思う。お茶屋さんも100年前からやってる料亭ですね。裏口になりますよ、西地で。そう、海外の方が一番来られるところに来ます。だから、包丁専門店人気ありますよね。そう、大阪堺の刃物は世界一の刃物。あ、そうなんですか。そう、ここめっちゃ人気あるんで。これ本店なんですけど、ちょっと工房ができたんで、工房見に行きましょうか。さっきの店の。そうです。ここ海外の方、めちゃめちゃ人気です。みんな喋れます。東京だとあの、カッパ橋とか、ね、はい。赤羽橋とかね。東京にも店舗あるんですよ、ここ。あ、そうなんですか。タワーナイフ東京。タワーナイフ大阪です。タワーの近く。あ、危ない危ない。大丈夫です。来ません。はい。タワーの近く、東京やったら空町、はいはい、スカイツリーの近くにあります。へえ。そうそう。はい。これ何がすごいって、はい、店長がアメリカ人。そうなんですか。オーナーカナダ人。だから外国人対応できるという、ね。ああ、なるほど。もう僕以外国産ですけど喋るもんです。よくテレビ出てあります。オーナービアンさん。綺麗なします。じゃ写真撮りましょう。サムの借りますね。おー、どうぞ。こっちで写真撮りますね。はい、行きますよ。じゃあちょっと見えるようにしてもらってね。はい、ポーズ、むしり、ガチも、ちょっと突き上げてもらって。あ、もうちょっとこうしましょうか。あ、G 名、そうそう、そんな感じで。はい、ポーズ。
じゃあ広角でも行きます。はい、ポーズ。バッチリ撮ってきましたんで、ありがとうございます。こんな感じで、おーどうぞ。いいですね、これも撮っときます。あ、どうぞ撮ってください。これ使えるんですね、これ。そうそう、僕の友達なんで。あー、許可もらってるんですね。そう、僕の結婚式も来てくれたぐらい、みんなよく知ってます。観光客の方も使って写真撮ったりしてますけどね。車で上げます。もう言わんでも。今英語対応できます。映画館ですよ、その。映画館。まあ、なんか昭和な感じですね。1950年から映画館ですもん。1930年には南洋演舞場という最新の演舞場で、1950年に映画館。3本立てで1000円ですよ。すいません、すみません。安っ。一日おっても1000円ですよ。すごいすごい。ゆっくりやらせます。手書きの看板です、これ。職人が今も書いてます。おはい、いいですね。はい、ポーズ。はい、ポーズ。映画のワンシーンのように、ワンスインのようにこんな感じで撮ってますんでね。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。じっくり持ち上げます。僕です、ね、今も行ってますんでね。ちょっとね、もっこり映画もしっかりやってますんでね。あ、隣にやろうって我慢できないとしてね。あ、早く映すところでした。カットしないね。すいません、収まりに見せれないから。さすがにそれでもおじゃになりますよね。動画がすいません、動画おじゃになると思います。危ない、これ。劇場多いですね。最初に2つあるんですけど、うん、そこは藤山寛美さんとか宮古町長さんも立ったことある。やっぱ芸能人とかも多いんですか、この辺。あ、多いです。お忍びとかで。あ、お忍びとかどうですかね。なんかロケが多いですね。あ、ロケね。出てきたらロケ出てきてくれます。最近も僕の後輩にデヴィ夫人が乗ってくれます。あとは見取り図とね、一緒に。はいはいはい、はい、確かにこの風景って東京にはないですもんね。こんなごちゃごちゃした感じのド派手がこのタコでもびっくりするわけだけどね。これでかいっすね、これ。自分でタコ焼き焼けるとこですね。こうやってやってるから、まず動画撮られるんだったらまたね。こういうふうにジャンジャン町ってあるんで、ジャンジャン横丁左にね、はいはいはい、ジャン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 三味線が何ビル朝から立ち飲みやってますよ。モーニングセットありますよね。塩昆布とゆで卵と生ビール350円。はい、安い。あれ向こう行ったら どこ行くんでしたっけ。どこですか。ジャンジャン横丁の突き当たりは、西谷の方ですね。ですよね、はい。遊郭もあります。朝からなんで、すみません、ごめんなさいね。はい。じゃあ戻ってまいりました、すみません。ありがとうございます。わざわざ予約までしてもらって。それと、パーキングします。その下ろしますよ、はい、ゆっくり下ろしますよ、はい、ゆっくりゆっくり下ろさんよっていうのをいつもやってるんで、ごめんなさいね。下ろさんよ、メガネメガネって言って、これお決まりです。すいません、お気に入りありがとうございました。はい、そのアメちゃんどうぞ。ありがとうございます。これも大阪生まれのアメちゃんですから。あ、ファイアメです、ね、そうなんですよ。ちょっと待ってくださいね。なかなかこんなにおしゃれな風景じゃないですか。はい。
い、じゃあ今日はありがとうございました。服返して。ああ全然いいじゃん。それでね、ありがとうございました。どうもどうも、また来てくださいね。ありがとうございます。